フレームチャンネルへようこそ。はい、ということで今回もこちらワイズロード東大和店さんに遊びに来ています。自己紹介からお願いします。はい、ワイズロード東大和店の大本です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回、はい、あれですよね、オンラインの撮影でちょっとやってみさせてもらって、今回ね、初対面ですからね。そうですね、はい、あの時は大変緊張しました。ちょっと電波の状況とかもね。そうですね、結構途切れ途切れたので、はい、ということで今回は何についてお話ししてくださる感じですか。はい、今日はですね、ロードバイクのコンポーネントについて詳しくご説明したいと思います。やっぱコンポって聞くと、はい、やっぱちょっとでも性能良くしようとか、まあ、今のよりもアップグレードしようと思って買い替える方が多いと思うんですけど、ちょっとその辺について教えてもらえるような感じ。そうですね、はい、わかりました。ついただいてやってみます。はい、はい、ということで、じゃあまずこちらは何になりますか。はい、こちらはですね、スポーツライドを本格的に楽しみたい方に最適なシマノの105ですね。はい、105っていうと、はい、結構こう多くのお店でもこう完成車についてて、なんかこう始めやすいコンポーネントなのかなってイメージはあるんですけど。そうですね、まあ、予算のある方はなるべく最初は105をお勧めしているっていうのはありますね。うんうんうん、その理由って何ですか。その理由としてはやはり上位モデルの技術をしっかり受け継いでできて、ギアの枚数とかも上のモデルと全く同じ。そうなんですね。はい、ちなみに、はい、まあ、多くの方がやっぱティアグラソラの方が多くて、まあ、そこからグレードアップさせようと思う方も多いと思うんですけど、その辺のじゃ差で言うと、はい、そのギアが違うってことですか。そうですね、ギアの枚数がソラが9速、はい、でティアグラが10速がリアの枚数なんですけど、105からは11速になってます。なのでギアの選択肢非常に幅広くて、はい、あのライドがより楽になります。じゃあこのギアの選択肢が増えることによって、まあ、今までちょっときつかった急勾配とか、まあ、ちょっと行きやすくなったりとか。あ、そうですね、はい、結構今まで登れなかった激坂とかももしかしたら登りようになる可能性はありますね。あります、ね、はい、あとコンポが変わることによって、なんかメリットってありますか。そうですね、やはり構造がパワーアップするので、変速性能がまず良くなるので、はいはい、瞬間的な加速力っていうのが上がります。あ、じゃあ操作性が良くなるんですね。操作性はすごく気持ちよくなりますね、はい、そうするとちょっとキビキビ動きたい時とか、まあ、ギア編を細かくしたい時とかは、はい、すごくいいってことですね。すごくいいです。はい、そうするとじゃあ105っていうのは、まあ、今までサイクリングだけだった人がちょっとでもちょっとこうレース したいなっていう方にもおすすめってことですか。あ、そうですね、はい、本格的なちょっとイベント、うんうん、ヒルクライムのイベントだったりとかロードレースのイベントに出たいっていう方に、まあ、105は入門向けとして最適なコンポーネントになるってことなんですね。はい、だから、まあ、あの今使ってティアグラソラが悪いとかっていうわけじゃなくて、ではないですね、はい、ティアグラソラはフィットネスとかロングライドに非常に使いやすいギア選択になってます、うんうん、あ、ってことなんですね。はい、あ、分かりやすい、はい、ということでじゃあ今、まあ、105の説明していただいたと思うんですけど、続いては何になりますか。はい、次はですね、アルテグラのグレードになります。はい、はい、ということで続いては何のコンポになりますか。はい、次はですね、アルテグラになります。はい、アルテグラですね。はい、なんかもうアルテグラっていうと、はい、もうイメージですよ。だいぶこうガチ向けなイメージになってくるんですけど。そうですね、はい、あの上位モデルのデュラエースの技術をほぼほぼ踏襲しているので、そうなんです、ね、本格的にレースを楽しむあのトップレーサーの人たちでも使ってる選手いるぐらい、ね、そうなんですね、はい、本当にもっとこうグレードアップするような感じになるんですね。そうですね、はい、ちなみに105からアルテグラにすることによって、はい、変わる点となんか重量とかもって大きく変わったりするんですか。そうですね、あの105の方ですとトータルで大体 2500g ぐらい、はいはいはい、アルテグラは大体 2200g ぐらい。あ、300g ぐらい。そうですね、はい、1割以上軽くなります。どうなんですか、その軽くなるってイコール性能アップっていうのはちょっとイメージが湧かない人もいると思うんですけど、なんかその辺なんか構造の違いだったり、なんかこう使ってるものが違うとかって何かあるんですか。そうですね、素材とかも良くなってはいるんですけど、うんうんうん、まあ、特にクランクの構造がちょっと変わっております。そうなんだ、はい、あのチェーンリングの中まで中空になっているホローグライドっていう技術がアルテグラから採用されています。じゃあそれによって、まあ、軽量かつ、はい、まあ、性能も上がってると。剛性も上がってる、より加速のキレが良くなってますね。上がってるんだ、はい、あと何か大きな差とかメリットってありますか。そうですね、やはり105から新たな選択肢として電動変速機 DI2 が選べるようになります。あ、そうなんですか。じゃあここら辺が、まあ、電動が使えるようになってくるんですね。はい、はい、ちなみにこう電動にしたい方ってどういう方向けになりますか。そうですね、まあ、やはり本気でレースに打ち込みたいっていう方もいらっしゃるんですけど、うんうんうん、やはりストレスがなくなって疲れた時とかに変速がとても楽なんですよ、はいはいはい、なので結構ロングライドを楽しめる、楽しめられる方とかブルメに出られる方が割と DI2 を選ばれる方多いんですか。多いですね。僕的に今の話聞いてると、はい、意外にこう女性とかでもすごいなんか使い勝手いいのかなっ
って思っちゃったんですけど、そうですね、変速に力を必要としないので、うんうん、マウスをクリックする感覚でもう変速できるので、はい、まあ、やはり握力に自信がない、指の力に自信がない女性の方とか、はい、そういった方にはもう最適だと思います。確かにちょっと手のちっちゃな女性とか力ないかなって、はい、この操作が疲れてきますよね。そうなんですよね。はあ、じゃあそうすると電動だとぐらいの。そうなんです。これはすごいですね。すごいです。で、ボタンの配列とかも好きに変えることができるので、自分の好みの変速方向に切り替えていきます。 ちなみにどういうところにつくんですか、電動の。はい、ボタン自体は基本的にここのレバーのと、あとはスプリンタースイッチ、ここにスイッチを、はい、ここにつけられるんですね。そうですね、はいはいはい、あとサテライトスイッチとしてここのところにもつけたりができます。そうするとなんか本当自分の手の届く位置とか使いやすい場所でできると、はい、そうですね。お値段でいうと、はい、105からアルテグラ、その差ってどのぐらいあるんですか。そうですね、105がだいたい7万円に対して、はい、アルテグラはあのメカニカルケーブルで引くタイプが12万円、はい、DI2 電動のタイプですとだいたい23万円ぐらい。電動だとね、ちょっとお値段上がってきますけど、はいはいはい、まあ、そんだけまあ便利になると。そうですね、ご予算あればぜひ電動化をお勧めします。わ、はい、かりました、はい、じゃ続いてはデュラエースです。はい、わかりました、はい、じゃよろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、今回の本命ですよ、はい、デュラエース。デュラエースです。みんなが欲しいデュラエース。そう、憧れのデュラエースです、はい。まあ、憧れのデュラエースっていうのはよくわかるんですけど、もうイメージです、はい、ただただ高い。高いですとても高いです。そうすると、はい、まあ、アルテグラでも全然、まあ、レースでも使える、アマチュアレースでも使えるってお話だったと思うんですけど、デュラエースにする方ってどういう方におすすめになりますか。そうですね、やはり本気でロードバイクを使ってレースに打ち込みたい方になりますね、はいはい。じゃあ本当にこうタイムを上げたいとか、はい、賞を狙いたいみたいな人に、はい、いいってことになりますか。そうですね、やはりトップ選手が満足できる性能を突き詰めているので、もう瞬間的な加速性能や変速のフィーリング、はい、ブレーキの使いやすさっていうのはもう今までのコンポーネントの比にならないぐらい。あ、そうなんです。気持ちよさがあります。もう多分初心者とか初めての方からするとわからないレベル感の話だと思うんですよ。だって見た目一緒だもん。まあ見てみます。そう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 、はい、でもそんだけ変わるっていうところはどういうところに違いがあるんですか。そうですね、まあ、先ほどのアルテグラと同様に、はい、電動化がまあメインで今進んではおります、はいはい。でギアの方も選択肢として、結構レース向けのギア選択になっておりますね。後ろのスプロケットなども素材を吟味してカーボン、アルミ、チタン、はい、これを組み合わせたスプロケットになってますので、非常にそうなんですか。軽量でチェーンのかかりもとても良くなってます。カーボン、チタン、アルミ、はい、アルミです。あ、そうなんですね、はい、ギアの箇所によってトップ側はアルミで、あのロー側がチタンで、それを支えているところのスパイダー部分がカーボンを使ってできてます。そうなの、それは知らなかったです。でもそういうところに技術の差だったり、素材の差が出てきてる、ね、出てきておりますね、はい。あとギアの選択ってどんな感じになってくるんですか。そうですね、やはりレース向けにできているので、はい、11から 30T までしかちょっと使うことができないですね、はい。やはりある程度の実力がある方向けのギア選択にはなっております。そうすると本当にこうある程度こうトレーニング積んでたり、足に自信がないと、はい、ちょっとこの選択肢は、はい、ホビーレーサーにとっては、はい、命取りですね。そうですね。まあ、かなりやっぱりスポーツとしてもう打ち込んでる方であれば、デュラエースの性能をフルに引き出せると思うので、はい、そうしてもらうとやっぱりデュラエースにしてよかったなと思うんですね、はい。ちなみに重量ってどのぐらい変わってくるんですか。そうですね、先ほどのアルテグラが 2200g に対して、はい、デュラエースは大体 1950g 前後。すごいですね、はい、2kg 切ってきます。それって、はい、もう見た目一緒なんですけど、そうするとさっき言ったようにチタンとか使うことによって、はい、まあ、軽くて剛性で強いものを使っていることに差が生まれてるってことなんですか、はい。そうですね、その積み重ねが軽量化につながっておりますね。よく、はい、まあ、ブレーキで話、まあ、比較する話があると思うんですけど、もうデュラエースのブレーキにしたことによりよく効きが良くなったとかって聞くのは、どういう違いがあるんですか。そうですね、あのブレーキのところに強さを上げるブースターがついているんですね、はい。なのでしっかりかけたときにブレーキ自体のたわみが少なくなっているので、カツッとしっかり効くように効くようになってるんですね、はい。そうすると本当にこうあれですね、一瞬の判断で使うような、まあ、機材になってくるということですね。そうですね、コーナーリング もう直前ギリギリまで減速を抑えてってことですよね、はい。すごい、攻めることができます。来ますけど、はい、デュラエース、はい、フルコンポでおいくらになりますか。そうですね、まずケーブルで引くメカニカルのタイプで大体23万円ぐらい、はい、で電動化していただくと最大35万ぐらいになってくるんですか、はい、なってます。まあ、もっと細かくカスタムすることによってお値段はちょっと上がってきちゃうと思うんですけど。そうですね、わあ、すごいですね、はい、憧れのデュラーですよ本当に。
一度は使ってみたいと思いますけど、はいまあ、どうなんですか。あのどうなんですかっていうのはレースしない方が使っちゃいけないってわけではないと思うんですけど。そうですね、はい、そういうわけではありません、うんうん、はい。なんか見た目のかっこよさとかも求めるなら、はい、買ってもいいってことですね。そうですね、はい、ちなみに普段何のコンプ使われるんですか。私は普段デュラエース。あら、はい、使ってます。あ、失礼いたしました。どうです、やっぱり実際 使われてて。やっぱり気持ちいいですね、はい、105アルテグラもサブのバイクで使ってはいるんですけど、はいはい、やっぱりデュラエースを使った時の進みの具合とか、あ、違いますね、はい、自分の思った通りの加速をしてくれるっていうのが最高に気持ちが良くて、はい、これはすごいことを聞きましたね、。ちなみに電動ではないですか。電動では残念ながら。あ、なるほど。それでもでも変速の効きとかその細かなその動きっていうのは効いてくる感じですか。もう効いてきますね、はい、特に人と走ってる時に、前走ってる人追いかけようとした時とかに、はい、その差を感じますね、はい、わかりました、はい、はい、ということで、はい、今回は105アルテグラ、はい、デュラエースのコンポーネントの紹介をしていただきました、はい、ありがとうございます。いえ、なんかこう3つの違いを聞いたことで、はい、まあ、多分今見てる方も、ええ、自分はこっちにしたいなとか、ええ、僕は実は今本当ある程度にするべきなんじゃないかなって見て思った方もいると思うんですけど、ええ、一言あれば、はい、そうですね、あのロングライドとかをメインで考えてる方は、うん、やはりアルテグラのようなギアの選択肢が幅広いモデルっていうのを特にお勧めはしております、うんうんうん、はい、デュラエースにはないギアの選択肢を持っているのがそのアルテグラ、また105の魅力でもありますね。逆に身長がある方とかにはクランク調の選択肢が実はデュラエースの方が幅広くあります、うん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 、長いもので177.5から180までラインナップがありますので、やはり高身長の方とかであればデュラエースのクランクでないとちょっと他のクランクは小さく感じてしまうんじゃないかなと思いますね。クランク調って大事ですからね。とても大事です、はい、はい、じゃあ今ちなみにそのソラだったらティアグラの方も、多分次こうどれにしようかなって悩んでる方いると思うんですけど、そういう方ってやっぱりこう一度相談しに来てもらった方が良かったりしますか。そうですね、ぜひお店の方に来てください、はい、あの実際相談していただかないと、はい、あのどういうどうサイドが利用できるのか、例えばホイールがそのまま使えるのか、うんうん、もしかしたら新しいホイールも導入しなければいけないっていう場合もありますので、まあ、その点からぜひご相談させていただきたいなと思ってます。あ、でも相談、ね、した方がもし自分で買ってミスっちゃうよりは、ちゃんと聞いた上で、まあ、やってもらった方がいいってことですね。そうですね、間違いなく、はい、はい、わかりました。今、紹介したこのコンポーネントはあのオンライン上でもあの購入できるそうなので、ぜひねチェックしてみてください。はい、はい、ということで、はい、今回はコンポーネントの紹介動画でした。はい、はい、ぜひねあのワイズロード東大和店さんにも遊びに来てみてください。はい、はい、それではまた次回動画お楽しみに。チャンネル登録はこちらから、他の動画はここと、ここから見てね。